はい、レオンチャンネルです。11月のブルーレイ発売に先駆けて、映画館で仮面ライダーグリッツの先行上映が始まりましたので、もう僕もめっちゃ楽しみだったので、初日に早速見てきましたので、その感想を言っていくんですが、確実に内容に触れる話ですので、一応タイトルにもね、ネタバレって書いておきますが、なのでこれから見に行くよっていう人は、この動画をね、見ない方がいいと思います。で、まず、思ったのが、もう上映してすぐ思ったのが、もうめちゃめちゃだよって思った。前回、パンドラパネルとかさ、出てきちゃってさ、仮面ライダークローズで。で、そうそう、時系列には要は仮面ライダービルドのテレビ放送の後の後日談、新世界になった後の仮面ライダークローズっていうね、エピソードがあったわけだけど、そのさらに後日談、クローズの後の話で、ビルドの時系列的には一番最後なんだけど、仮面ライダービルド最終章って言っちゃってますからね。ただテレビ版で新世界にして旧世界がなくなって、でスカイウォールもなくなって、ライダーシステムもなくなって、人々からね、あの記憶はなくなったけど、まあ平和に、一応は強制的な平和になったよみたいなところで、まああれはあれですごいまとまってて完璧の、あのテレビ本編のね、1話から最終話まで完璧な流れだと思うんですけど、前回ね、結局新世界でもパンドラパネルが出てきちゃったりとか、エボルト復活させちゃったりとか、あとはキルバスってエボルトのお兄ちゃんが出ちゃったりとか、結局異星人が絡んできて、もうかなり旧世界の話に寄ってきてて、まあそれでもまあまあいいかなと思ったんだけど、今回は結局もうめちゃめちゃじゃんって思ったのが、要は旧世界で改造手術とかを受けた人たちの記憶が戻っちゃったんですよね、前回クローズの時に。でそれで影響を受けた人が実はもっとたくさんいたみたいな、要は旧世界の時にひどい目に遭った人々が怪人化されてとか実験体になったりとか、そういう人たちも記憶が戻っちゃって、でそれでちょっと新世界のこの平和な感じ許せねえみたいな、そういう輩がね出てき始めちゃって、もうそれ言い始めたらもうビルド収まりつかないじゃんみたいな。前回クローズの時に僕は賛否両論ですねって言ったんですよね。テレビ本編完璧なほどに完結の最後の仕方が良くって、まあ、新世界になって、一応行くのは、その新世界に行くのは、セントだけで、まあ、仮面ライダーっていうのは孤独なものだなと思ったら、実はそれに、番長も巻き込まれてて、みんなの記憶はなくなったけど、二人だけ、世界で二人だけ、同じ記憶を共有して生きていくんだっていう、孤独じゃないみたいな。なんかそれがまた新たな仮面ライダーの姿だなと思って完璧だったんだけど、それがクローズで、まあ、もうライダーに関連した人たちがみんな記憶が戻って、一応新世界でスカイウォールがなかったりとか、戦争がなかった世界だったりとか、一応いい世界にはなってるんだけど、もう、要は旧世界を知ってる人たちが続々と出てちゃって、クローズで。で、それがさらに、テレビで新世界になって平和になったね、で終わったのを、ちゃぶ台ひっくり返しちゃったわけですから、クローズで。みたいな感じで思った人と、まあでも、セントと、バンジョーのその後の活躍が見れるからいっかみたいなっていう風に僕が思ったんだけど、僕はね。って思った人と分割しちゃってとか別れちゃってさ。前回のクローズがハマんなかった人は引き続きハマんない。で、前回ハマった僕としても、やっぱちょっと、打足だったかなっていうか、これまで結局クローズも異星人との戦いだったから、で今回異星人じゃなくって地球人との戦いだから、まあスケールが狭まっちゃったなと思って、なので面白かったか面白くなかったかで言えば、続編見れてよかったなって感情で、その作品一本で1時間の作品だったけど、一本で見たらまあまあかな。なんか敵が結構こうガチのテロリストで、見た目的にも性格的にもだいぶこう嫌悪感を覚える、個人的にね。なんかキルバスとかってさ、新キャラでありながらどことなく憎めないやつだったじゃん。あのもう性格破綻してたりとか、人間体もちょっともうおかしかったりとか、ちびっこ向けの番組っぽさが敵キャラに残ってたんだけど、今回ガチで、だからなんていうのかな、初期の平成一期の頃の劇場版っぽい雰囲気なんだよね。なので、これはもうパラレルだなと思って割り切ってみたら、見れば、要はもうビルドとしては、あのテレビの最終回で終わってますよと。こういう世界も実はあってもいいんじゃないかっていうので、クローズとグリスを見られるんだったら、見れることができるんだったら、
面白いのかなって思ったけど、言ってもあっという間だったんだよね。一応脚本はあのビルドのねメインライターの武藤翔子さんが書かれてますから、話的には全然無理がないんだけど、まあ結局また危険なボトルが出てきたりとか、なんか線とまたそれみたいな。まあでもミータンとかも良かったしね、出演キャラクターが多いから、カツラギパパとかカツラギタクミとかね、あとカツラギタクミと銭湯がまあもう一度あの出会ったりとか、こうわってわってなるシーンも、まああと意外とそのグリスじゃなくて本当に今回はね仮面ライダーグリスっていうか、ちゃんとした仮面ライダービルド最終章だった。その中でもとある理由でグリスが最前線に出なきゃいけなくって、グリスのバトルがメインになってくって話なんだけど、なのでバンバン他の人たちもね、ヒゲもポテトもプロテインの貴公子も、悪魔の天才科学者もね、みんな大活躍するわけですから、そう、推し、ドルオタ推しと付き合うって用が同時上映って言ったじゃないですか。それがね、ものすごい茶番だった。最初の5分がその同時上映のドルオタ推しと付き合うって用、その映像があるんだけど、もうひどい茶番でね。で、ひどいなと思ったら、ちゃんとその茶番にすごく意味があるように本編でなってて、そこはおーと思った。あれ、必要な茶番だったんだと思って、必要なその工程だったんだと思って。あとサンバガラスの活躍もめっちゃ多かったりして、そこも良かった。サンバガラスとにかくね、戦ってた。かっこよかったしね。いろんな、こういうような戦い方ができたんだだったりとか、グリスと4人で戦うシーンとかは、フォーメーションというか、協力プレイみたいなのが良かったし、大きなテーマとしては、敵は孤独なんですよね。要は孤独な敵と仲間たちがたくさんいる。仲間がいないとむしろ、やってけないみたいなグリス側のその対比がね描かれてて、そういう部分のその孤独と絆みたいな、孤独 VS 仲間との絆みたいな構図とかは結構良かったっすね。あとメタルビルドも単純にかっこよかったな。まあほぼ見た目ハザードだったんだけど、良かったな。強かったしね。ああもうそうそう、あでもね、映画館ね、あと半分ぐらいちびっこで V シネなのに、でそれもすごいなと思った。劇場版そこそこ大きい劇場版で本当に半分ぐらいちびっこで、で終わった後よかったねみたいな、楽しかったねまた見に来ようみたいな雰囲気でその親子で喋ってたから、なんか僕はちょっとなんかまたちゃぶ台返しがさらにひっくり返ってちょっと打足感あったかなって感じだったけど、世の中的にはまあ、単純に一個の作品と見れば爽快感あったし、いい作品だったのかなっていう風に、なんかその周りの会話で思った。やっぱ面白かったって言ってる人たちがすっごい多かった。なんでかっていうと、ラストがとにかくいいのよ。あーみたいな。ラストみたいな。ラスト良かったなー。なんかあのラストがあったなら、もうなんか全部、じゃあ、ま、ちょっと気になってた部分あったけど、ま、いっかもう、ここまで、ビルドの話がここまで来たら、最終着地点が。あ、なんか良かったなぁ。見てきて良かったなぁっていうのはあったけどね。新たな話で、だから新たな敵が出てくるのって結構、敵に魅力があるかでね、その話の内容の面白さが決まってくるところあるから、エグゼイドのさ、V シネとかって基本的に結局新キャラ最後ね、デズで、キリア VS ダンクロトみたいなね、その構図がテレビで描ききれてなかった部分を本当に、45話しかなかったからね、描き切ったって感じで、あれは打足っていうか、あそこまでがエグゼイドだなって感じだったけど、今回はあまりにもね、テレビ本編のまとまりが完璧すぎたがゆえに、やっぱちょっとなーって感じだ。まあ面白かったんだけどね、面白かったんだけど、ビルドで続きやるってなると、全部こういう風になっちゃうんだろうなー。なので、結局新世界あんだけ頑張って作ったのに、かなり今回のエピソードで、旧世界寄りの世界になっちゃったから、もう今後のビルド大丈夫なのかな。いや、そのまあビルドはこれで終わりなんだけど、今後の世界、結局旧世界みたいな、また争いが絶えない世界な、ライダーシステムを巡ってね、なっちゃうんじゃないかな、みたいな、風だったんだけど、うん。まあでもラストほんと良かったな。初日、急いでちょっと見に行って、で、用事があったから見てすぐ映画館出ちゃったんだけど、日曜日にもう一回物販だけ買いに行こうと思って、物販行ったらもうね、物販何もなかった。クリーナーがあったぐらいで、もうパンフもなかったし、何一つなかった。
たくさんアイテムあるんだけどね、しまったと思って、あとそうだ、グリスパーフェクトキングダムのことも言わないと、まあ、結局サンバガラスの力が、まあ、見た目通りね、サンバガラスの力がボトルに入ってそれを使ってグリスが変身する形だったんだけど、やっぱまあ見た目的にはなんかあれが正解っていうか、ジーニアスにマグマにプライムローグにって感じで、もう派手な最終フォームがバカバカ変身する中で、確かにあそこでグリスとかグリスブリザードとかだと、まあちょっと絵的に地味さがあるので、まあグリスブリザードすごいかっこいいんだけどね、なんだけど、まあ新たな姿っていうので、あの派手さはね、ありだったね。赤葉の盾だったりとか、青葉のあのブレード部分だったりとか、牙の背中の加速力だったりとか、推進力とかだったりとかがモリモリになってて、本当に北斗の力が今一つにみたいな感じで、ドッグタグを持ちながらね、戦ったりっていうのにも意味があったんだけど、アーツね、先に予約しちゃってると、見た目的にだいぶグリスから離れちゃって、色的にも、どうなのかなと思ってるけど、そう、スクリーン映えがすごかった。スクリーン映え良かった。なので、僕としてはどうかな ?5 点満点、星5点中 2.5 から3ぐらいって感じかな。テレビ本編は全話合わせて星5って感じだけど。あと、あれは、クローズはね、結構僕、宇宙人と結局戦う、異星人と結局戦うところだったりとか、ありえないエボルトとの共闘だったりとか、燃える点がねあってよかったんだけど、まあ、今回燃える点はあったんだけど、ちょっと僕的にはクローズほどはまんなかったかなって感じですね。ただビルドの本当にこれが最後なんだなっていうのを感じられるシーンがたくさんあって、登場キャラクターも本当に多くって、全然ね V シネマだから低予算みたいなのもなくってね、本当に一本の映画、年末の映画のビルド編みたいなのを見てる感じでしたね。ということで、ビルドニューワールドのカメネダグリス V シネクストのやつですね、僕は早速見てきて、まあ見に行ってよかったな、映画館で見るべき作品だったなって感じだったので、前回のクローズも見に行った人とか、まあ、ちびっこも見に来てるから、たくさん、いや、ビルドにハマった大人たちはね、絶対見に行くべきだと思いますよ。レイトショーとかのモーニングショーとか使えば1000円とかね、1100円1200円ぐらいで見られますからね。なんだかんだ言っても、やっぱ本当にビルドの真の最終回だから、見るべき、これまでビルドを見てきた人は見るべきだし、いや、ビルドはテレビ本編だよ、までだよって思ってる人は、パラレルワールドとして楽しんでもらえればいいのかなって感じですね。前回のクローズに引き続き。ということで、グリスパーフェクトキングダム関連ね、結構おもちゃ情報が、まあ、そのデラックス玩具だったりとか、アーツだったりソードだったりいろいろ来ておりますので、ページはね下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、カメネダグリス V シネクストの見てきましたよという感想動画でした。ラストがマジで本当に良かった。